はい、こんにちは、EDP アイコです。本日はですね、こちらもうこの大きさでね、ラジコンドリフト界隈の方見たらすぐ、すぐわかる、なんて言うんだろう、そういう時、日本語はピンとくる、そうだ、ピンとくる、そう、ピンとくると思うんですが、こちら、はい、黒猫大和様、いつもお世話になっております、ありがとうございます。あえてですね、送り元と到着地は剥がしました。私最近ボディの方はあのボディが届いて、あそこ下までね、ボディを傷つけないように綺麗に、あ、ボディって言っちゃった、まあ、ボディでしょうね、これね、9割10割ボディです。ピーンときますね。では開けてまいります。じゃん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 、パッカーン。まだわからない。まだわからない。これは何でしょうか。パッカーン。まだわからない。俺だよ。というわけで、はい、出てまいりました。こちら。これ裏見るとすぐ分かっちゃうかな。せーの、ドン。あ、分かんない。まあ、これで分かる方もいらっしゃいますね。真っ白で、厚めで、伸びて、すごい細かい、マスキング。はい、あちらですね。一応あれがない。あれがないので、まあ、製品版の少し手前の形になるんですかね。まあ、中身はね、型のものなんで、一緒とは思いますが、はい、まずはこちら。これで車種がわかります。ちょっと向きを今整えております。はい、向きを整えていったところ、あ、まずこれクイズにしよう。はい、誰もが知ってる、この車でーす。ね、クリアテールと、純正タイプと、でこれがね、立体なんで、例の、あそこのメーカーさんに作ってもらってるやつじゃないかなって思うんですよね。この、立体ステッカー。これ貼るだけでね、いきなりリアルになるっていう。そして、はい、答え、車種ですね。参ります、こちら。シルビアーてってれーこれね、ちゃんと皆さんね、情報ってほら、流れてくるもんじゃないじゃないですか。情報って取りに行くもんじゃないですか。情報を取りに行ってる方だったらわかる。ああ、あのシルビアか。ということで、こういうやつ。わかります?まずはエアロパーツから参ります。そして、あ、すごいな、これは。こんなバンパーです。このバンパーまた攻めましたね、この。とんがり、とんがり、とんがりっぷり。ここをなんとかちゃんと色を入れていきましょうってとこですね。ここもとんがりだな、ここも。すごいとんがり。ここも綺麗に色を入れていきましょう。そうですね。で、角目があり、丸目があり、テールレンズ。あ、やばい。このテールレンズのこの違いが、多分、なんだろうな。前駆後期。え?なんだろう。ああ、うわ、やべ。詳しい人教えてください。そして、バンパー。5つ目のバンパーが入っております。はい、次。はい、こちらは、ですね、サイドステップですね。ここら辺からここら辺までがサイドステップ。すげえ。こんなエアロ。貼ってくんですね。そして、うん、これ言ったでしょ?で、本体は一体ですね。一体式のやつ。フロントバンパーは別。あ、ここに、ボンネットダクトですね。ボンネットダクト?
そうだよね。ボンネットにダクトってやつがいます。すごいな、これゴリゴリになるな。で、ここに、はい、出ました、メーカー名、アディクション。というわけで、こちらは、はい、リアバンパー別体です。というわけで、こちらは、アディクションさん S13 シルビア。で、オリジンラボ。エアロメーカーオリジンラボさんモデルということになります。あー、なるほどね。このボンネットラインが変わってくるのかな。私、アディクションさんのなんか一三あるんで、ちょっと並べてみましょう。戻ってまいりました。ですね、こっちが D-MAX なんだっけな。まあ、フロントちょぎって、シル80になっている車なんですが、まあ、フロント周りはね、シルビア、13シルビアのこの前、あ、はい、面圧協会です。シルビアのこのダクト、抜きのダクトですよね。抜きのダクトから、こちらは、こういったタイプ。基本的にはサイズは一緒っておっしゃってたんで、もうそのままね、着せ替えボディができるんじゃないかと。着せ替えボディということで、もう一個、はい、戻ってまいりました。もう一個ありましたね、ローリジン13。これはね、アディクションの13、もちろん D-MAX アディクションさんなんですけれども、これは普通に前シルビア、後ろシルビアですね。ということで、この3兄弟。さあ、今後この車がどんな色になっていくのか。また、ローリジンやるのか。はたまた、違う車で行くのか。もしよろしかったら、今日の夜からでもですね、早速切り出しじゃないか。色塗りの前にちょっと切り出しか、まあ、ちょっと考えながらね、進めてまいりたいと思います。というわけで、アディクション S13 シルビア、オリジンラボ、乞うご期待。アコちゃんモータースでした。